はようございます。今日で56日目を迎えました。はい、ということで今日もやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、オリジナル技を作ろうということで、そろそろね、ちょっと自分独自のというか、まあ技というほど大したものっていうのはなかなか作れないんで、まあ自分独自の動きとかね、そういうのを少し研究しつつ作っていけたらなと思っております。ということで行きましょう。サーカス Vlog、ちょっとね、最近そういうオリジナル技というかトライしようとしてる動きがあって、逆立ちしながらこう足で白ホイールコントロールできないかなと思って、ちょっとね、可能性雰囲気だけあるんで、ちょっとご覧ください。雰囲気は感じてもらえたかなと思うんですけど、ここからどうするかっていうのは全然まだ思いついてないという、体力がすごい使う、これ倒立の、はい、でもう一個ちょっと雰囲気技というか動きみたいなちょっとやります。でしょ、あともう終わり方というかちゃんとできればもう使えるんじゃないかなっていう感じがありますね、うん、足で掴んで蹴って倒立でキープしたままホイールを一蹴りでこうガッと回すみたいな、できたら面白い。そう、うん、雰囲気ありましたね今ね。今いいんじゃないですか。なんとなくあのね、あれでホイールがもっとくる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 って回れば技っぽく見えるんじゃないかな。うん。終わりの感じは良くて、逆立ちしたままホイールだけ回ってるっていうのが面白くて、もう少し蹴りのところで足でもちゃんとコントロールしてるっていうのが見せれるとよりいいんじゃないかなという、続いては最初にやった方ですね。逆立ちしながら足でゆらゆらコントロールなんかできないかっていうのをちょっと探っていきます。
よし、まあでもちょっとオリジナル技の少しきっかけはつかめたんじゃないかなと思うんで、今日この辺りにしたいと思います。はい、はい、ということで今日の練習無事に終わりまして、どうだったですかね。まあ初歩段階としてはすごく良かったんじゃないかなと思ってまして、でこのリサーチを繰り返していくことによって、なんかどんどん新しい発想も生まれてくると思うし、やっぱり自分だけの技ってやっぱ海外とかに持ってった時にやっぱりすごく評価されるんですよね。なのでゆくゆくは自分のオリジナル技のみで構成されたような作品ができれば理想的、まあ、もちろん既存の技も、並行して練習はしていくんですけど、そういう独特の谷口独特の作品をね、またこう作っていけるようにこういうリサーチも繰り返してやっていきたいなと思います。はい、ということで最後までご覧いただき本当にありがとうございました。56日目、これで終わりでございます。また次回お付き合いよろしくお願いいたします。